もしかしたらあなたはこれまでにこんなことを感じたことがあるかもしれないです。同じことを学んで、なぜある人はうまくいって、そしてある人はうまくいかないのか、学んでることは同じなのにどうして結果の違いが出るのか。こんにちは、池田です。私はですね、これまでに多くの人にプロダクトローンチを教えて、で私のところでローンチを学んだ人がここでローンチを行って、ここでビジネスをね作っていく、オンラインのビジネスを作っていくっていう、そういった起業家がこれまでにたくさん生まれてきました。で私がこのローンチをやっていくで大事な基礎というのをね、同じように多くの生徒に教えてきたわけですけども、うまくいく生徒、そしてその一方でなかなかそのローンチでビジネスを立ち上げることができない、うまくいかないという生徒、なんでそういった違いが出るのかということをですね、私もこれまでにたくさんの人を見てきてね、それでうまくいってる人に共通してることは何なのかっていうのをやっぱりこう見てきたわけですよ。で、ある有名なコピーライティングのね、コピーがあります。もしかしたらここに見てる人は、多くの人は知ってるかもしれないですけども、ウォールストリートジャーナルというね、アメリカの新聞があるわけですけど、この中で、使われたすごく有名なコピーがあるんですね。 Two men っていうね、Two young men っていう、そういったのコピーがあるんですね。で、このコピーはどういうそのコピーかというと、こんな風に始まるんですよ。25年前の春、2人の若者が同じ大学を卒業して、で、そして2人は同じような家庭で育って、そして同じ大学で同じ学科で学んで、そして同じ時期に大学を卒業しました。で、そしてですね、25年後にその2人は、ね、同窓会で会ったんですね。で、同窓会で会って2人は同じような結婚をしていて、同じような年代の子供がいて、そして2人はですね、その全く同じような家庭環境で育ってきて、全く同じようなことを学んで育ってきたわけですね。でも一つ大きな違いがあったのが、一方の人は、彼はそので、同じ2人は同じ会社に働いてたんですよ。で、何が違うのか、一方は社長になっていて、そして一方はその会社のですね、平社員として働いてたっていうね、そういうコピー、有名なコピーがあるわけですよ。で、じゃあ何が二人に違いをもたらしたのか。それは、このウォールストリートジャーナルのその文章の中では、それは二人がその大学を卒業して会社に入ってから、どんな情報をその後に受け取ってきて、そしてどういうふうなことを学んでったかによって、それで変わったっていう、そういうね、オチがついてるんですよ。で、私は思うんですけども、その私のところでね、ローンチを学んで、基礎を学んで、そして多くの人がですね、一回学んで、で、そこでこれができたと思って、やめてしまって、学びを止めてしまうっていうことがですね、やっぱり多くの人を見て、すごくこれまでに感じてきてるんですね。で、私が2018年に一番最初に、プロダクトローンチのオフィシャル講師の活動を始めた時に、その時に私のメンターのジェフ・ウォーカーが日本に来て、で、そこの日本の、大阪のね、セミナー会場で、彼が講義をして、その後に私がね、登壇をして、このプロダクトローンチの講座のオファーをしたんですけども、その時に、そこの会場にいた人のおそらく30数名、40名近い方がね、そこにお申し込みをしてくれたんですね。会場には750人いたんですけど、で、そこで、その申し込みをした時に一番最初にですね、受付にね、並んだ若者がいたんですね。で、その彼は、彼の名前は山本良樹さんという人なんですけども、その山本良樹さんは、その2018年の7月にですね、そこで私のプロダクトローンチの講座に入って、で、その後にローンチクラブに入りました。まあ、ローンチクラブっていうのはプロダクトローンチオフィシャルのその講座のもっと上のね、アドバンス講座ですよね。で、その時に一番最初にローンチクラブというものを最初に始めたゼロ期だったんですよ。で、そこで、ヨシキさんと同じ時期にですね、そのローンチクラブにも12人ぐらいの人がね、そこの講座に入ったんですね。で、
それでそこからですね、3年半、もう4年目になるわけですけども、もうその当時からですね、ずっと学びつけ続けてる人は誰もいないんですね。ヨシキさんだけなんですよ。で、そこでずっと学び続けてるヨシキさんは今どういうビジネスをしてるのかって言ったら、彼は素晴らしいビジネスモデルを作ってるんですね、ローンチによって。今彼は週に8時間しか労働しない、そういったスタイルを、まあエバークリーンローンチをね、今作って、そしてですね、素晴らしい売り上げをですね、毎月毎月自動でね、売り上げてるわけです。それ以外にもですね、彼はいろんなところで自分のビジネスモデルを研究し続けて、で、まあ、私も本当に数多く生徒を見てきてるんですけども、彼の考えているローンチの戦略であったりとか、あるいはその実践している内容、そしてサービス提供の方法、まあ本当に全てがですね、すごく素晴らしく、私自身もすごく YOSHIKI さんのね、アイデアやってることに多くのインスピレーションを受けてるんですよ。で、先日彼とですね、そのローンチクラブの、まあ彼は今特別なグループにいるんですね。今私のローンチクラブは、ベルト方式という形になっていて、まあ最初にローンチクラブに入るとブルーベルトからスタートして、で、そこでグリーンベルト、ブラウンベルト、まあ青、緑、茶という形で帯の色が上がって、その後にブラックベルトになるんですね。で、そのブラックベルトのメンバーっていうのは本当に素晴らしい、今活動されている起業家ばかりなんですけども、YOSHIKI さんはですね、そのブラックベルトの上、プラチナムというですね、グループがあるんですよ。で、まあこのプラチナムは今YOSHIKIさんしかメンバーがいない、まあもうすぐ他新しくメンバーが入る予定なんですけど、そのプラチナムのまあミーティングでね、YOSHIKIさんといろいろ今年どういうことやっていくかっていうね、話をしたんですけど、彼はですね、今物販のねやり方を教える、ネットショップの作り方、ネットショップでビジネスを作るやり方っていうのを教える先生として活動してるんですね。で、その彼は今これからですね、本当にその自分のコミュニティというものを使って、で、ここで、業界全体に物販のね、そういった業界全体にインパクトを与えるような、そういったエコシステムっていうのを、まあ、今これから作ろうとしてるんですね。で、他にも彼自身がこれまでにやってきたビジネスモデルというものをもっともっと他のね、業種の人たち、いろんな人たちにそういったものをね、パートナーシップみたいな形でやっていく、そういった新しいビジネスを今構築している最中なんですよね。で、まあ本当にこの4年間でYOSHIKIさんのビジネスすごく大きく成長したわけですよ。一番最初にスタートした時は本当にまだローンチというものは全然よく分かってなくって、で、彼自身も起業してすごく苦しんでたんですね。売上をなかなか上がらなくて苦しんでた状態で、で、そこから私のところでローンチを学んで、最初のローンチ、シードローンチを始めて、で、ここでビジネスをね、どんどんスケールさせていって、で、まあ今ではですね、もう本当に多くの人を巻き込んだすごく大きなビジネスをこれから作ろうとしている。おそらく多分あと1年、いや数年、まあ1年数年後にはね、おそらく彼の作っているビジネスはものすごく大きなねレベルに行くんじゃないかなっていうのをもう私はすごく感じてるんですね。で、まあそのYOSHIKIさんはやっぱりなぜそこまで大きな成功することができたのか、やっぱり彼はずっと学び続けたわけですよね。そのYOSHIKIさんと同じ同期に入った人はもう誰も私のコミュニティに今残ってないんですよ。じゃあその辞めてった人がどうなったのか、私はその辞めてった人はどうなったかっていうのは本当にわかんないんですね。まあもしかしたらなんかどこかで元気にやってるかもしれないけども、でも一つだけ言えること、その一番最初に私のローンチのオファーでそれを受けて、そしてローンチクラブに入ってずーっと3年以上私のコミュニティで勉強し続けて、そして実践し続けたYOSHIKIさんは今最高のビジネス、最高のローンチライフ、ライフスタイルを手に入れてるということです。それが事実だから、私はいつも思うんだけど、学びを止めてしまうっていうことは、これはすごくマイナスなんですね。で、やっぱり大事なのは環境だと思うんですよ。私もジェフ・ウォーカーの、私のメンターのジェフ・ウォーカーに2016年から、そのジェフ・ウォーカーのね、ローンチクラブ、アメリカのローンチクラブというコミュニティに入って、で、そこでずっと学び続けてるわけですよ。もう7年、もう、6年目ですね。
まあ今6年目に入ってるわけですよ。で、それでやっぱりずーっと学んでて、もうローンチは何度もやってるし、今私はローンチも教えてるし、はたから見たら私はローンチのことは一番分かってるっていうふうに多くの人は思ってるかもしれないけど、でもやっぱりその私が学び続けてるのは、もちろんそのローンチの基礎に立ち返るっていうこともそうだし、私もビジネスも変わっていくわけですよ。で、私のビジネスは変わっていったら、やっぱりそこで新しい領域に入った時に、いろんな困難っていうのが訪れるわけですよね。こういった言葉がね、ジェフ・ウォーカーのプラットプラスっていうね、コミュニティのマスターマインドのね、メンバーの人がこういう言葉を言ってるんですけども、ネクストレベル、ネクストデビルっていう言葉があるんですね。これは、あなたが次のレベルに行くと次の悪魔がやってくるっていうことです。で、おそらく多分今ビジネスをスタートしたばっかりの人だったり、最近ローンチをね、やってる人、ローンチを数回やってる人、まだ1年目の人、あるいは2年目の人もいるかもしれないけど、そういう人は、自分がね、じゃあそのローンチやって、じゃあ売り上げが上がった。もうこれで私はできるんじゃないか。もう私はこれでですね、問題なく一人でやっていけるんじゃないかって多くの人が思うんだけど、実はそんなことないんですよ。あなたが1000万円売り上げを上げようが、5000万円売り上げを上げようが、あるいは1億売り上げたとしても、そこであなたの課題、悩み、問題っていうのは消えないんですね。そのレベルに来た時に、また次の課題、次の悩み、次の問題がやってきて、じゃあそれをどうやって解決していくのか。やっぱりそれは、そのあなたの先を行っているメンターであり、あるいはその先輩たちだったり、コミュニティであったり、やっぱりそういった環境、そういった環境の中で、じゃあその自分と同じような道筋を辿ってきた人はどういうふうにそれを乗り越えていくか。そしてマーケットも変わっていくわけですよ。そのやっぱりこの3年ぐらい見ても、世界はコロナでものすごくマーケットが変わったわけですよね。で、マーケットが変わったりとか、あるいはいろんなテクノロジーの進化だったり、いろんなもので今までやってきたことがうまくいかなくなったり、あるいはこれまでにやってなかったことがうまくいったりとか、いろんなことが起きるわけですね。そういったことに対応していくためには、あなた一人で考えて、じゃあもう自分はできるんだ、ビジネスはできるんだっていうふうにもしあなたが思ったら、それは大きな間違いなんですよ。だからあなたがね、もしこれから長期的なビジネスを作って、あなたのゴールを達成して、あなたの人生のゴール、そしてですね、あなたの理想のローンチライフを実現していきたい、そういうふうにあなたが考えているのであれば、あなたにとって最高のコミュニティ、あなたのこと、あなたの少し先を行く先輩、そしてですね、あなたが本当に心から信頼できる、そしてあなたのビジネスのこれから訪れる壁、そういったものにアドバイスをくれる、そういった人たちが集まるコミュニティ環境、そういったところにですね、位置づけること、これがとても大事です。あなたが最高の環境を見つけて、そしてそこの中に居続けることができれば、あなたは最高の未来を手に入れることができます。今日も最後までビデオを見てくれてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。